おはようございます。7月12日、30、そうですね。はい。11時35分でございます。はい。昨日なんやかんやで、全然眠れなかったな。ということですね、テレビ買いに行こうかなと思っております。はい。ですね、一応プライムデーまでですね、待ってたんですよね。テレビ。安いのプライムデーで出るんで、待ってたんですけど、プライムデーでですね、Android TV ちょっと検索したんですけどね、もう安くなってなかったんですよ。安くなってなくて、もうどうしようかなと思ったの。本当に、2万円、43型のですね、テレビがもう2万円台くらいで買えるのかなと思ったんですけど、ね、2万5千円くらいで買えっかなと思ったんですけど、ね、普通にデオの方が安いというね、はい、結末になりましたので、このテレビをですね、買い替えようかなと思っております。はい、なんとですね、HDMI がですね、1本しかさせないという仕様なんで、大変不便でございます。あと、チューナーもついてますんで、NHK の集金が来る可能性もありますので、金がないんですけどですね、ちょっとテレビの方買い替えていきたいと思います。実家からテレビ持ってきます。テレビじゃない、車です。はい、ということで1万3000キロ行ったっすね。はい、1万3000キロ行ったんで、エンジンオイルですね、エンジンオイルを交換しないといけない。いやー、早いな交換時期が。こっち交換しちゃうんですよね、こっちのタイヤ自力で。はい、スリップサインなんかもう消えた。これはまだいけるかな、これはまだいけますかね。はい、まあいいや、とりあえず戻ります。気温につきました。ということで今これですね、液晶テレビ買いに行こう、アンドロイドテレビか、買いに行こうかなと思ってるんですけど、何型買うかちょっと迷っております。はい、店舗行って決めていきたいと思います。はい、今日のですね50型買いました。43か50か迷ったんですけども、50にしました。もうテレビはね、使うんでね、はい、アニメ見るために、4万円ですね。いやー、だからあそこ4万円いかなかったから、3万8000ちょいぐらいだったんですね。はい、ということで、これちょっとですね、アパートの方に持ち帰りたいと思います。はい、ということで、でけえだ。まあいいや、こちら 4K テレビですね。 4K か、初めての 4K だわ。いいな、 HDR 対応だし、やべえ、これプレス5できるんだぜ、最高だぜおい。で、このボラ、2009年度のですね、世界の亀山モデルということで、世界の亀山ってもう古いよ。こいつはですね、売っ払うこともできねえかな、古すぎて。まあ、なんかあった時のための実家に戻しとくか、売るのもありかなとは思ってたんですけど、まあ、ちょっと実家の方にちょっとこれを返却していきます。はい、ということでいきまーす。寝てました。6時ですね。これセッティングするしようと思ったら気絶して寝てました。こちら開封していきたいと思います。はい、お疲れ様です。ワンパッパ見てます。いや、マジで最高ですわ。50インチマジで。いや、もうちょっと早く買えばやったな。ということでですね、現在8時41分でございます。で、昼飯はちょっと実家で食ってきたんですけど、それから何も食ってないんで、今からちょっと飯の方を作りたいと思います。はい、今日の飯ですね。はい、ご飯と豚汁、サラダ、焼肉でございます。焼肉など300円でございます。さっきからですね、ハエがうろうろしてるんで、マジぶっ殺します。マジぶっ殺すわ。はい、お疲れ様です。11時30分でございます。ということで、
今日はですね、買いましたね。めちゃくちゃでかいですけど、満足です。マジでいいのがですね、これです。リモコン一つでですね、このプライムビデオが見れるっていうのが、マジで楽で最高です。いやー、買ってよかったな。とりあえず今のところは買ってよかったです。YouTube も見れますということで、現在ですね、今日のアニメがですね、水星のガルガンディアです。ロボアニメがめちゃくちゃ見たくなって、今見ておりますということで、もう時間なんで、今日は寝ます。お疲れ様です。